んにちは、エヴァチャンネルです。今日はテックワンさん、あのカラクルさんの、事務所の方にお邪魔させていただいております。ではあの今日もね、お話を聞かせていただくカラクルの久幸さんと一緒にちょっとお話を聞いていこうと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。急遽寄させていただいた形はなってるんですが、まあ、今回ちょっと僕らもね、現場がどういう状況なのかっていうかね、見させていただくっていう中で来させていただいたんですが、ちょっとあの現場のね、中はちょっと今お忙しいというところでちょっと見れないんですが、ちょっと今後の新商品がいくつかあったりするので、そのあたりをちょっと教えていただこうというところでこちらの方にお邪魔しました。なので早速なんですけど、後ろね、カラクル工事なんですが、まあこれカラクル工事乗られていたり、カラクルさんを知ってる方だともう気づいてると思うんですが、ホイール、こちらですね。こちらがホイールが、バトンホイールで、なおかつディスクブレーキのバトンホイールがなんと、今後発売予定ということで、ちょっとこのあたりのお話を聞かせていただこうと思います。やはり工事っていうのはカーボンのフレームを使ったモデルですので、まあ、パーツにもカーボン使いたいという要望が多かったですね。もともとステムとかハンドルとかシートポストとか使えるところにはカーボンのパーツを使ってたんですけど、ホイールがどうしてもアルミ製になってたという中で、やっぱりカーボンが欲しいよねという意見は非常に多かったです。でより工事のスポーツ性を高めるためにも空力性能に優れたホイールが欲しいというような事情もあって、バトンホイールの開発を進めてました。でまあ、かなり、開発も進みまして、まあ、もうそう遠くないうちに発売できるかなという段階に来ましたので、この春ですね、サイクルモード等でもこちらのホイール展示をさせてもらってます。まずね、ちょっとスペック的なところをちょっと教えていただきたいんですが、はい、まあ、まずホイールは451のホイールで、はい、スルーアクスでディスクブレーキっていうところなんですが、リム幅ですね、あたりとかは提示はありますか？今やはり太いタイヤっていうのが徐々に、まあ、主流になってきてはいるんですけども、451のスポーティーなタイヤということで言いますと、実質今28ミリまでがロードタイプのタイヤの一番太いサイズということになりますので、まあ、そこに向けてというリム幅にはなってきます。32とか35とかの幅のものタイヤ自体が存在しないので、そこに向けてっていうのは現時点では考えてないです。まあ、今後の状況によってはまたそういったものも変更追加っていうのは考えられると思います。でこちらなんですが、バトンなのでこちらは入ってないと、チューブレスレディーとかだったら大丈夫。そうですね、もともと現時点ではまだ451タイヤのチューブレスっていうのが存在しないという状況でもあるので、まあ、そこへ今の時点で対応する必要はないだろうと考えてます。なのでもう本当に空力性と、まあ、いわゆるカーボンパーツっていうその451、スルーアクスルディスクっていうところでこの、バトンホイールを出されたっていうのが、まあ、と言いますか、現時点でスルーアクスルの451ホイールをつけた自転車っておそらくマスプロメーカーでは他に流通してないですね。カラクル工事につけるためには我々が作るしかなかったという事情があります。まあ、ただ展示会とかでもですね、一部フレームビルダーさんなんかが食いついてきました。スルーアクスルで探したけど見つからなかったと、そりゃそうでしょうって、そんな自転車他にないですからっていう話で、まあおそらく世界初の451スルーアクスルホイールということになると思います。はい、かなりねレア品です。今でそういうわけ でちょっとこちらお値段の予定価格とかってお決まりだったりしますか？はい、まあ、税込みで20万円は切りたいなというところで、頑張ってるというところですね。はい、10万円台後半の方ということになると思います。基本的にはセット売り
そうですね、前後セット売り、前後セット売りですね。あとこちらなんですけど、発売時期とかってまだ確定はまだしていない。そうですね、はっきりした日程まではまだ見えないんですけども、まあ、今年の前半のうちには出したいなというところですね。前半というともうあと少しですね。そうですね、そう遠くないうちと考えていただいていいかと思います。遠くないぐらいですね。はい、なので、ね、こちらに新しく出たのか、名前はもう決まってます。まあ、まだ決まってないですね。決まっていない、ちょっとアーダコーダーは言ってます。で、あとロゴとかもちょっと変わるか。そうですね、ロゴは仮で貼り付けたものですので、変わってきますね。デザインがちょっと変更になるかもしれないというところで、はい、でまたね、入れば当店からもオーダー可能となりますので、唐津さんのね、取り扱い店では取り扱いできるかと思いますので、気になればお問い合わせくださいというところですね。よろしくお願いします。はい、で、さっきからね、ちょっと気になるこちらね、え、めちゃくちゃ気になるんですよ。なんかモニターかなと思って、こうシャッターなんですね。そうですね。で、見てみると、なんか工具がしっかり入ってる。このピットコーナーめちゃくちゃかっこいいですね。で、なんかこれイベントとかで使われたりしてるんですか？まあ、実際に外に持ち出してっていうのは正直少ないですけどね、重量がかなりありますんでKTC さんの ね、工具のセットなんですね。すごい、フルセットですね。そうですね、いいですね、工具が。自宅に一台どうですか？皆さんで、うちの代表が工具好きなんで、こういうものが結構あるんですね。はい、ちなみにこの唐津さんを扱ってられるテックワンさん、実は自転車だけではなく、その他にも別のお仕事というか、まあ、そっちがメインになられるんですかね。そうですね、はい、のお仕事があるんですが、そっちってどのようなお仕事をされているんですかね。はい、まあ、一言で言えば金属加工業ということになるんですけども、得意にしてますのが板材ですね。金属の板材を加工する仕事になります。金属の板材を、まあ、レーザーでとか、まあ、タレットパンチっていうようなですね、機械で、型抜きをして、それを曲げて溶接をして、商品に仕上げていくということになります。で、まあ、ただし、ほとんどが、まあ、こういうのもね、こちら自社製なんですけど、はい、一般の方のが購入されるものっていうのはほとんどないものですから、うん、そういう意味でも、これだけ技術のある会社なんだっていうことを、ね、証明するために自転車を使い始めたということも実はね、ちょっとずつね、こういうふうにこういうパーツとか、はい、少したパーツは実はね、こちらで作られてるっていうことをお聞きしたんですが、こういったチェーンの噛み込み防止のプレートですね、そういったところは、我々が自社の金属加工部門で作ってもらってる、まあ、いわゆるこの場所でっていう。そうですね、はい、で、今回ね、自社で作ってるっていうことなんですが、一つね、新しい商品、もう一つあるんですよね。ご存知の方もおられると思うんですが、DI2 の変速機になると、今新しく出た12速ですね、12速系の DI2 になると無線式といわれる、システムを使っているので、ここボタンを押されるとずっと電池が壊れる状態になります。そうすると必要な時電池切れだったり、もしくはちょっと故障の原因となるんで、そこを防ぎたいというところで出された商品があるということで、ちょっとご紹介お願いします。はい、まあ、こちらですね、シフトスイッチブロッカーという名称になりますが、まあ、名前の通り、DI2 レバーのシフトスイッチを物理的にブロックしてしまう商品になります。まあ、実際の商品はこういった形で、右左でカラーが変わってます。で、まあ、12速のレバーそれぞれいろんなタイプありますけども、シマノさんの4タイプに対応したものをそれぞれ発売しています。まあ、シフトスイッチに取り付けるだけで簡単にブロックできて、確実に電池の消耗を防げるということがメリットになります。まあ、バッテリーからケーブル外しちゃえばいいじゃないかっていう言われる方も多いんですけども、たとえケーブルを外したとしても DI2 レバーから飛ぶ中に入っているバッテリーですね、このバッテリーの消耗を防ぐことはできません。で、それができるのが唯一この商品だけということになると思います。まあ
分解して電池取り出したら別なんですけど、毎回バッテリーをドライバーで蓋開けて外して、うん、まあ、壊すかなくすかしそうですよね、うん、で特に輪行、この今回ね、化学工事に関しては輪行をね、あの目的とするバイクではあるので、はい、あの輪行時にあのバッテリーショーンを防ぐっていう意味でのこちらの商品がかなりおすすめになりますが、最近の、ロードバイク、先ほどシートポストを抜くとかってあったんですけど、シートポストを抜くことすらちょっと難しいバイクもありますし、例えば BB 下にねバッテリーを差し込んでるようなモデルとかも最近は多くなっているので、そういうバイクの時はねこのブロッカーを使うことをおすすめしますので、カルクスさん以外で島野さんの DI2 使っている方にもおすすめさせていただいております。ぜひ、はい、よろしくお願いします。こちらちょっとお値段は、はい、2400円の消費税という形になりますね、はい、まあ、これセットでっていうことですね、はい、で各、モデルによってあの形状が変わりますので、あのそちらの、あの間違えないようにお願いします。はい、まあ、この感じでちょっと紹介してきたんですが、その他に何か新しく何かが出るとかってありますか。まあもちろんいろいろあるんですけども、直近で近いところで言いますと、カラクルコージーの、まあ、限定色、毎年やってますけど近いうちに情報発信していきたいと思います。またあのご注目いただければと思います。まだ色は決まってない。3色3色3色です ね, ですね、はい、じゃあ皆さん今からちょっとあの頑張って予想をお願いします。今日はあのわざわざあのありがとうございました。ありがとうございました。まだあの当店でもあの扱いがありますので、あの気になられた方は、概要欄から見ていただければと思います。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。